今までの人生で命の危機を感じるような大きな事故、病気などはありましたか？5歳ぐらいの時にお風呂に普通に入ってて足が滑ってそのままつるんってこう仰向けに入ってしまってまだ泳げなかったので目も開けたまま水の中から風呂場の天井が見えて自分のバタバタもがく手とか足とかも見えてすごい怖かった記憶があります。家のお風呂で溺れてしまってなんかバタバタしているところを母親が気づいてくれて助けてくれて本当事なきを得たっていうことがあります。水も結構飲んだので助けてもらった時にはこうむせたりしていてなんかそんな足がつくような場所でもそういう風に溺れ死んじゃうみたいなことがきっとあるんだなって大人になった今でもすごい思います。無駄毛で困ったこと、恥ずかしい思いをしたことはありますか？また処理はどのようにしていましたか？ VIO 事情を詳しく教えてください。なんか水泳の教室にずっと小学校低学年から通っていて小学校後半ぐらいから下の毛とかが生え始めた時にその競泳水着をその着た時にその毛がはみ出ていたことがあってで最初全然気づかなくて教室の一緒の友達から出てるみたいなことを言われて帰ってお母さんに言ってその時その剃ってもらったのが初めて剃ってもらった体験です。やっぱりお友達に言われたので恥ずかしい思いをしました。